今度お台場で肉フェスあるの。肉フェスね、こんなに暑いのよくあんな脂っこい。お前分かってないな、暑いからこそ肉食うんだよ。せっかくだから一緒に行こうぜ。肉フェス A5 ランク、そんなのあるの。でもまあまずは試験だからな。ウェー、テスト前だというのにお探しですね。金城容疑者逮捕の裏に悪人を改心させる謎の組織怪盗団。鴨志田君の時も弱気を助け強気をくじく、まさに現代の義賊伝説ですね。長い人類の歴史、世が乱れる時代にはしばしば義賊たちの活躍が見られてきました。ああ、ビブラートかけちゃった。クリスチャン、何これ、遊んでるわけじゃないのこの人。石川五右衛門か。わかりますか、戦国時代で家族もろとも遊んでるわけじゃねえんだ。あ、泥棒だろこれだ。五右衛門も義賊だから。正解です。石川五右衛門は、石川五右衛門で合ってるよね。そうだよね。伊右衛門もあれだもんね。よしよしよし。伊右衛門で確かめた。日本一有名な義賊。さらに、庶民から絶大な人気を誇り、彼が由来、五右衛門風呂。これ遊んでるよね、やっぱり。なんか、海外のカートゥーンの走る時の描写の足みたいになってる。金持ちや権力者のみ盗みを働き、貧しき人々に分け与える。歌舞伎や小説など、様々な題材になった五右衛門は今や義賊の代名詞。はえー、いいこと学んだな。もう頭良くなんない、これ以上。まあ、あと一個あるけど。本当に義賊だったか、実は微妙なところ。あ、そうなんだ。大陸出兵に失敗した秀吉に対する反発や、秀吉を悪に従った江戸幕府による宣伝、様々な思想が絡み合い作られた幻想こそ。はぁ、実のとこ、歴史上、貴族や英雄の大半はそんなものなんだ。へぇ、騙されたわ。また盗み見、俺趣味悪っ。さくらナビ、趣味悪い説出てきたの。すいません、急に。本当だよ。いえいえ。いえいえ。カウンセリングなんて言うと、どうしても身構えちゃう。生徒会長だから率先して行けとか強要されてないんじゃないと助かる。勧められはしたけど、来たのは自分の意思。よかった。お気遣いせず、普通にカウンセリングしていただければ。うん、どっちがカウンセラーかわからない。どこでもちゃんとした座り方すんな。成績優秀、文武両道。絵に描いたような優等生。絵です。いえ、形だけで、実際は全然ダメ。ほん。そうは見えない。けど、だとしても悪いことではない。助けてくれる人がいるのは素晴らしい。ほんとそうですよね。最近特に思います。一人じゃ何もできないって。リトル。気遣い勝る。誰誰、知らん人で来た。気遣いすぎるのも良くないって痛感した。責任感が強そうだから、周りが特に本来君を守るべき大人まで君に甘えちゃうのかもしれない。そう思われるくらい器用なら少し違ったかも。大変だった。でも私にとってはそれが普通。親がいないってことも含めて、俺じゃ今も大変だろう。やっぱり大変じゃなかったって言えば嘘になる。今も覚えてる。私は母のことはあまり、父は大好きでした。そういうのもあってお堅く育ちすぎちゃったな。そっか。にじじじ滑っちゃった。ドリフトしたかもしれない。俺、新島さんが疲れた時にちゃんと甘えられそうな人いる。そうですね、今は頼りにする相手がいます。もちろん、よし、ちゃんと読めた。もちろん父やお姉ちゃんの代わりじゃ失礼ですし、会話を聞くものでもない。失ったものは戻らない。前を見て歩くのは大事かな。うん、すごいしっかりしすぎてびっくりしてるわ。会話の聞く人なんていないよ。僕らはそれでも前に進まないといけない。ふん。2年の時の傾向とか、勉強イベントは基本やって問題ないよな。コープも上がるし、ま、知能も上がるし、基本リーズナブルだと思うけど。さっき教えた公式を解いてみて。よう、わかるかしら。解けそうだ。出てくるだ。危なくない？非常に危ない、この構図。非常に機械、不思議である。
大丈夫かいこれ。もう大丈夫か、いつも背負ってるもんね。うん、めっちゃ音符出たね、ラッキー。いいわね、溶けそうね。さすがようね、飲み込みが早い。ごっくん、これ食べるのめっちゃ早いんだよ。やっぱり頭の良さも結局はそういうことなんだよな。またね。もうこんな時間か。さてぼちぼち帰ってやんねえとな。やっぱなんかある。うお、強敵現る。まあまあ今の俺ならできないこともハードとソフトに分類されるゲーム。わからん。ヒラメとカレーじゃねえか。あれって向きとかで寄るんだっけ。ギリシア神話のポセイドン。うえー、神話関係は任せてくださいよと。ポセイドン。どんぐり。え、どんぐり。企業などに苦情。クレームか。まあまあ、これは簡単そうだな、見た感じ。ね。四足円図。縦、困難な戻る。わからん。魚や虫を取る。網です。網。夏の季語、ある鳴きを。わからん。これは待てよ。あ、ん、ざんじゃねえもんな。困難な物事。あ、アタック？アタックなことある？一回やってみるか。アタック、足し算。あ、来た。これは？あ、見せ、あ、見せ、あ、待って、違う気がしてきたな。あ、見し、あ、見しせる。あ、待てよ。ドラッグ。え、マジか。一般的には薬品の意味だが、乱用薬物。あ、マジか。すげえ。ちなみに、麻薬の一種であるモルヒネは、ギリシャ神話の眠りの神、モルフェウス、オルフェウスみたいな感じ。由来する。鎮痛作用から、よし。なるほど。こんなことやらせんね。うんうん、ハードドラッグとソフトドラッグに分けられるんだね。分かんなかったな。ゲームキーの可能性もあったじゃん。犯罪組織のリーダー逮捕について引き続き、金城容疑者は仲間に指示して暗号化された。ああ、なるほどね。ネタある？そろそろ試験あるけどよ。またか。よし。まあまあ、今のうちに行くか。あげれるうちに、3つ上がるのって結構いいよな、やっぱり。勉強やると集中できる。てか俺質問答えらん、ん？答えらんないけど、お前進んでる？普段より進んでるよ。赤点寸前の人形を前にすると聞きが、確かに服も赤い。まさや、まさや、もしかしてそれは心情かい？君のメタファーだったのか、お前の服は。そうだな。回答が流連じゃかっこつかねえ。まあでも赤ではあるだろうな。まあでも赤ではあるんだろうな、きっと。